自分のペースで学ぼう <music> こんにちは、ジャパニーズビヨンドの奈緒です。前回は私は〜何々ですの使い方を勉強しました。まだそのレッスンを見ていないという人は先にそちらの方を見てください。リンクは概要欄に貼ってあります。今回はあなたは〜何々です。 やあ,あなたは何々ですかという疑問文の使い方また日本語では「あなた」という言葉はあまり使わないので「あなた」の代わりに何を使うのかを勉強していきたいと思います今回も丁寧な日本語を勉強してからその後でカジュアルな日本語を勉強していきましょう日本語の教科書 元気かみんなの日本語を持っている人は、先に教科書を読んでこの動画を見るとわかりやすくなります。教科書の対応ページは概要欄に貼ってあります。もうすでにこの内容を知っているという人も、リスニングの練習だと思って聞いてみてください。外国語はとにかく繰り返しが大切です。 それでは一人で問題を先に解きたいという人はここで動画を止めて問題を解いてください。それでは一緒に見ていきましょう。まずは今日のポイント。1番あなたは何々です。これは英語で。You are. 日本語では「あなたは」という言葉はほぼ使いません。私は人生で使った たことが思い出す限りないです正直ここ数年のことを振り返っても誰かのことをあなたと呼んだことはありませんでは日本人はあなたという言葉を使わずにどうやってあなたを表現しているんでしょうかその方法には大きく分けて2つあります1つ目は アイイコンンタククトなどのジェェススチャャーやフェイシシルエクスプレッションを使います今からあなたに話しかけますよというような表情で相手に目線を送り例えば「Are you 田中と聞きたいなら「田中さんですか?」と聞きますジェスチャーの代わりに「すいません」といった声をかけてから「田中さんですか?」と聞くこともあります 2つ目の方法は相手の名前を使うです。これはもうすでに知っている人でなければダメなのですが英語で「Are you from Spain?」と聞きたい場合はこの「You」が山田さんだった場合は「山田さんはスペインから来たんですか?」と聞きます。カジュアルな話し方の「あなた」にもいろいろあります。それはカジュアルな話し方の時に詳しく説明します。 楽ししみにてておいいくださいね実はその他にも名前を知らない人だと例えば「おじさん」「おばさん」「お兄さん」「お姉さん」といった言葉を使ってあなたを表現するこ,ともありますこの辺を話し出すとかなり長くなるのでこれについてはまた別の動画を作ろうかと思っています。 知りたいという人がいればチャンネル登録ボタンやいいねボタンを押して私に作る元気エネルギーを送ってくださいお願いします2問目あなたは何々ですかこれは疑問文ですね日本語の疑問文の作り方は文の最後にかをつけるでしたねもちろんイントネーションも英語と同じように最後を あげます英語だと「<Are you? S 1> 日本語だとあなたは何々ですか?」になります。3問目はいそうです。英語で Yes I am 英語では「I という主語がありますが日本語では主語が省略されることが非常に多いです。そして4問目「いいえ」。 私は「何々じゃないです」。英語で「No, I'm not」前回のレッスンで日本語の「not」の言い方5つを紹介しました。その5つに「何々ではありません」「何々ではないです」「何々じゃありません」「何々じゃないです」そして「違います」の5つでしたね。 今回覚えてほしいのはのの2つの言い方です。1つは「いいえ」そしてもう1つが「いえ」です。私は「いえ」の方をよく使います。使い方は例えば「いえ私は田中ではありません」とか「いえ私は田中じゃありません」といった言い方になります。5問目あなたも何々ですか 文の最後に「か」が来ているのでこれは疑問文だということがわかります。そしてあなたはではなくあなたもになっていることに注意です。これは英語で Are Are also you you ままたは、Are you also 何々何になります。この質問に対する答え方は3番目と4番目にやった答え方で大丈夫です。 例えば、あなたも日本人ですかと聞かれたら、いえ、違います。とか、いえ、日本人じゃありません。といった答え方をします。この、あなたものもを使うときは、主語を省略することができません。大切なルールなので覚えてくださいね。それでは6問目。名詞の名詞。私の携帯は英語で、 日本語では「の」を使うことで名詞と名詞をくっつけることができます。ののででげられるのは名詞だけです。あと例えば3番のように「はい」に括弧がついています。この括弧の意味は省略することができるという意味です。省略してもいいし省略しなくてもいいよという意味です。 では7問目。Are you Japanese American? これはあなたは日系アメリカ人ですかこのあなたはは省略しても大丈夫です。ここで何々系何々人という言い方を覚えてください。例えば Italian American アアだとイタリア系アメリカ人になります。コ o l i ス n Spanish は 韓国系スペイン人になります日本だけ日本系とは言わずに日系となることを覚えておいてくださいでは8問目 No, I'm not. I'm Japanese Canadian. これはいいえ違います私は日系カナダ人ですになりますもちろんいいえ違います以外の表現でもいいです ポイントの4つ目で紹介したどの表現を使っても大丈夫です。例えば、いえ、yeah, 日系アメリカ人じゃないですとか。では9問目。Are you Chinese American too? これはあなたも中国系アメリカ人ですかになります。では10問目。Yes, I am. はい、そうです。になります。 このハイはもちろん省略することができます。それでは11問目。My cell phone is iPhone これは私の携帯は iPhone です。になります。はい、お疲れ様でした。丁寧な日本語表現は以上になります。この後カジュアルなレッスンをしていきます。さて、カジュアルな日本語の練習です。なので、 ここからはカジュアルな日本語で話していくねそれでは1問目のポイントを見ていこう名前これはねえっと誰かの名前ってことねで名前または自分またはお前またはあんたってっていうのが英語で you are になるので丁寧な日本語のところでも説明したけど 日本語では本当にね「あなた」って言葉は使わないんだよね。であなたの代わりに目の前にいる人の名前だったり「あなた」という意味の「自分」を使ったりかなり仲のいい友達に「お前」と言ったり女の友達には「あんた」と言ったりするの。 でこの前「あんた」っていうのは女の人が使うって言ったんだけど実はこれね関西弁だったんだだから東京あたりの人は女の人でも女友達のことを「お前」って呼ぶことがあるただこれはかなり若くてあとちょっとギャングっぽい感じの人が使うイメージがあるので、まあ、基本的にはあんまり使わないと思ってて大丈夫です でねこの「自分」っていう言葉はなかなかトリッキーなんだけど自分っていうのは「愛」っていう意味になる時もあるし「you」っていう意味になる時もあるこれはねコンテキストによって決まるのでもう慣れていくしかありませんそして「you are」の丁寧な言い方は「あなたは」ってなっていたと思うんだけどカジュアルな時は「は」を省略するかまたは「 わおってっていう表現に変えたりします。例えば、自分って大学生みたいな感じで使います。では、2問目。名前、自分、お前、あんたってカジュアルな疑問文の作り方は、最後の言葉のイントネーションを上げて表現します。 丁寧な日本語のように「か」がついてないのでイントネーションをよく聞いてくださいね。でこれはもちろん英語で「Are you?」になるの。で例えば「自分ってカナダ人?」こんな感じ。これは英語で「Are you Canadian?」になるの。はいじゃあね3問目「うんそう」これは英語で「Yes I am」これは「うん」を省略する時もあるよ。 で、4問目。いや、何々じゃないよ。これは英語で。No, I m not. だ、ね、で、表を見てほしいんだけど、No の,の言い方には2つあって、うん,うんといや。で、not は、じゃないよとか違うよになります。うんうんの方が、いやよりよりカジュアルだね。5問目は何々も。これは、Are you too? Are you also? になる。例えば「ケントもカナダ人?」っていう感じそして6問目名詞の名詞だねこれは私の携帯自分の携帯でこの自分は「You」ではなくて「My」って感じですで「俺」の携帯この「俺」だけが男の人の言葉なので男の人しか使いません 英語だだと My cell phone だね。それでは7問目 Are you Japanese American? これは自分って日系アメリカ人っていう感じ名前だとケントって日系アメリカ人って感じもちろん仲のいい友達にはお前って日系アメリカ人って聞いても大丈夫だよでは8問目 No, not. Japanese Canadian. I'm I'm いや違うよ日系カナダ人 こんな感じ。もちろんこの「いや」は「うん」に変えてもいいし言わなくても OK9、OK、問目「are you Chinese American too?」これは自分も中国系アメリカ人で10問目「いやさんやん」これは「うんそう」で「うん」は省略しても OK そして最後「my cell phone is iPhone」これは私の携帯って iPhone とか俺の携帯って iPhone または手を省略して自分の携帯 iPhone こんな感じで使いますということで今日のレッスンはこれでおしまいお疲れ様でした次回のレッスンまで復習して何度も何度も繰り返して覚えて使ってね最後まで見てくれてありがとうあなたにおすすめの動画がこちら チャンネル登録はこちらこの動画に関するあなたの意見や感想をお待ちしていますそれでは次の動画でお会いしましょう